にちは、いいものレーダーチャンネルのカズサンドです。今回はですね、2つねニュースがあります。1つは目指すさんの方ですね。でもう1つは、ガオーレ終わっちゃったんですけど、ガオーレの方でとってもね素敵な、ニュースがありましたのでご紹介したいと思います。もうね知ってる方もねたくさんおられると思いますけども、知らない方はね、ぜひ素敵なニュースがありましたのでね、紹介したいと思います。まずはね、目指したの方、こちら、はい、コロコロコミックの12月号、こちらの方にですね、11月26日、木曜日から始まる2弾です。2弾、ポケモン目指したら2弾のスーパースターポケモンの、ね、情報が出てましたのでご紹介したいと思いますが、まずですね、ミュウツーとミュウ、まあ、これに関してはですね、もうすでに公式のね、ウェブページの方に出ておりますので、こちらね、まあ大丈夫かなと思いますけども、それ以外にですね、3体のですね、ポケモンのタグがですね、新たにですね、発表されました。はい、まずですね、一つ目がですね、ポケーネ126。ルカリオです。いやーちょっとねこれねまだね見せちゃいけないと思うんでね、見たい方はねぜひコロコロコミックをねご購入ねいただいて、はい、かっこいいのタグがねルカリオね、もしかしたらタグの絵で言うと、まあ、個人的には今回ねここに出てるね、まあミュウツー、ミュウね、合わせて5体の、スーパースターポケモンが出ておりますが、ルカリオはね、一番かっこいいような気がする。個人的にはね、一番ね、かっこいい。超かっこいい。で、ここね、大迫力で超かっこいいって書いてあるしね。いやー、これはね、欲しいな。この絵はかっこいい。そうですね。はい。そして、二つ目。出ました。これはね、いいものレーダーとしてはね、はい。これはね、ゲットしなきゃいけないですね。ミミッキュ。こちらもポケーネ126になっております。ミミッキュ。ね。いいものレーダーチャレンジね。ミミッキュ軍団ということでね、ガオレで戦っておりましたので、はい。ですので、まあ今回ですね、ミミッキュはゲットしたい。いやー、この絵はね、かわいいですね。ミミッキュの絵がね、かわいい。かっこいいっていうね、かわいい感じがしますね。ね、まあ、人気のミミッキュって書いてますかね。これはゲットしたい。はい。そして、3つ目。いやー、これがですね、これがスーパースターポケモンに出てくるとは思わなかった。はい。でもね、ポケで高いですよ。142。強力な悪ドラゴンタイプ。サザンドラでございます。サザンドラ。いや、サザンドラがまさかと。スーパースターでね、出てきたかと。ちょっと驚きましたね。いやーこれも楽しみですね。はい。それからですね、スーパースターじゃなくてですね、サポートポケモンということで、コロコロコミックですね、コロコロの1月号の付録で、ラプラスのサポートポケモンチケットをゲットできるということです。いやこれね欲しいですね。これはね、ゲットしておいた方がいいかなというふうに思います。そうですか。それから、はい、映画がね12月25日だったっけな、あ、書いてあるね。そうですね、12月25日公開のポケットモンスターココ、はい、こちらの入場者特典として、はい、トーチャンザルードね、に決定、
書いてあります。うん、ということはザルードのタグ、うん、そうだね、ザルードのタグをね手に入れられるということですので、いやーこれはねもう見に行くことは決定しますんで、はい、うん、見に行くことは決定したらね、もうゲットするね、できるということですね。はい、いやー楽しみですね、2弾も楽しみ。うん、いやーね、2弾始まりますね。まだ1弾全部ゲットしてないけど、やばいっすね。この後ね、残りのねスーパースターをねゲットするために行きたいと思いますけども、はい、いやそういうことですよ。はい、でもう一つですけども、ちょっとねもう終わってしまいましたけど、ガオーレの方で素敵なですね、とっても素敵なですねニュースが入ってきました。ガオーレのテーマソングを歌われてた池田彩さんですね、あの高音でね素敵な、しかもねもうこうパワフルなね歌声の、いやーほんとね好きでしたね、あのね歌声はね良かったですね。また聞きたいですけどもね、はい、がですね第1子ご解任ということで、はい、11月の9日の日にですね、公式サイトの方でね、発表されました。おめでとうございます。いやーいいですね、おめでとうございます。いやーね、私もね2人を持つね、まあ親ですので、うん、いつもですね、まあ知り合いの方でね、まあ解任ね、ご解任された時にですね、まあ手紙等ですね、書くことあるんですけども、まあ男の方から見てですね、私の体験ね、男で体験したことでこれは重要だなということをですね、ねちょっとお話しさせていただきたいなと思います。女性はですね、赤ちゃんをね身ごもると、まあだんだんこう毎日ですねお腹が大きくなって、うん、で子供が育ってということでね、もう非常にですねもう本当、まあ、体の中にいるのでね、子供が大きくなってると成長してるということがね、身をもってわかると思うんですけども、男はですねなかなかわからないんですね。うん、でまあ私の体験上ですね、できるだけ父親にはですねお腹を触らせてください。私もね毎日触ってました。でそのねあの変化がだんだんこうお腹がね大きくなっていって、うん、育っていくっていうのを、うん、自分でねお腹で体験できませんので、触ってですね、で次第にですねこう動くね、ドンと蹴ったりする、それを感じることによって自分が父親になったんだっていう意識がですね強くなってきて、生まれた時にはねもう可愛くて可愛くてしょうがないというね、ことで私のね体験上そうだったので、ぜひですねうん、もう世の中のお父さんになる方はですねぜひ毎日お腹をね触って、うん、成長してるんだなということをですね、それをね体験していただきたいなというふうに思います。うん、そしたらね自分の子供が出てきた時に、あの時蹴った子がこの子なんだなと、いうね感覚がねすごいジュワーッとねグワーッとね生まれて見た瞬間にグワーッとね、多分ね母親はねそれ以上だと思うんですよね。うん、でも男としてはねそれわからないので、うん、ぜひ毎日お腹を触って、うん、大きくなってるな、成長してるんだなということをですね、うん、体験していただきたいなというふうに思います。はい、まあちょっとね私の意見をね勝手に述べさせていただきましたけども、
池田彩さんおめでとうございます。今度ね生まれた時にはですね、またこの鋳物レーダーチャンネルでなんかね、まあ直接は無理ですのでなんかねビデオとしてねなんかやりたいなというふうに思います。それでは See you next movie!